どうもワニです。そしてこちらは我が家で飼育しているオオトカゲ、ノドグロイワオオトカゲですね。今回はこの子に餌を与える動画になるんですけども、今回与える餌がこちら、俺が今年捕まえているウシガエル、今合計ね15匹います。ここにいるのはそんなに大きくないサイズ、こんぐらいですね、手のひらサイズ。イワオオトカゲだったらペロリと丸飲みにできるサイズばかりです。こちらをこのオオトカゲの前に見せるとどうなるのか、やっていきましょう。もう来てるな、もう乗り出してきてるな。はい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 、どうぞ。うわすごい、うわ大迫力、いい食いつきですね。早速でっかい個体を1匹ペロリと丸飲みしました。まだまだたくさんありますよ、どうぞ。うわすごい食いつき、あ、いいですね。美味しいでしょうか。美味しいんだろうな、こんだけ食いつきってことは。カエルの肉はね非常にヘルシーなんですよね。低カロリー高タンパク、こういったトカゲをね太らせすぎないいいご飯です。うわもうペロリだ。間違って手を噛まれないように気をつけないといけないですね。これまだまだたくさんあるぞ。いい食いっぷり。結構まあ本当にね、上陸したってのちっちゃいサイズのカエルとかも混じってるんで、15匹とはいえこの子は1回の食事でペロリと食べれる量だと思います。自分の手元にあるんだけどなかなか気づかないね。それは俺の手です。俺の手は噛んじゃいけないよ。狙ってるね。おお、どんどん食べます。やっぱこいつもなんか動いてるものの方が反応がいいんでね、こうやってじっとしてるよりもちょっと餌皿をこう動かしてあげた方がすぐ食べようとしますね。ほりほり。ほり。まだまだあるぞ。やっぱカエルは食いつきがいいですね、本当に。普段他のね、鶏肉とか揚げることも多いですけど、鶏肉よりもカエルの方が食いつきがいいような気がしますね。独特の匂いがするんでね、そういった匂いも食欲をそそるのかもしれないですね。結構ねでっかいウシガエル触った後、手がなんかゴム臭いような変な匂いになるんですよ。それがまたいいのかもしれないな。皮がついてますからね、生き物の匂いって基本的に皮の匂いですから。ウシガエルの肉も皮剥いじゃえばだいぶ変な匂いはなくなります。いい食いっぷりだ。こちらのウシガエルの肉は、寄生虫とか菌の対策として一度冷凍してから与えています。冷凍したからといってね全ての菌や寄生虫がなくなるわけではないんですけども、多少の菌や寄生虫はねどんな生き物とか、どんな食べ物にもついてますから、そこまで、全てシビアに、気にしなくてもいいかなと思ってます。そういった部分まで完全にこだわりたい、神経質な方はあんまりおすすめはしないですけどね。こいつの撮影をするのにまたまたの水槽に寄りかかってたら、またまたがもうご飯もらえるかと思って寄ってきてますね。またまたのウシガエル食べるかな。ちょっと一匹ちょうだい、ちょっと一匹ちょうだい。これあダメだそうなっちゃった。ちょっとこいつちょうだいね、じゃあこれね、一匹ね。お、でかめのいった、いいね。もうでっかくても、もうこの程度は頭からじゃなくてもお尻からでもペロリですね。いいですね、ほんとこの季節はねウシガエルが取れるんで、オオトカゲたちの餌代はただオートブックですね、毎日ご飯あげるわけじゃないですから、この大きさの子になったら、本当に週に1、2回ぐらいかな。それよりも俺がウシガエルを捕まえるスピードの方が速いですから、供給が途切れるということはありません。やっぱり足からちょっと飲み込みづらかったみたいですね。一生懸命壁や地面に押し当てて押し込んでいきます。このアフリカンドッグモニターはね、名前の通りアフリカ原産の生き物なんで、北米原産のウシガエルとは生息域が全く異なります。なので現地でね、このウシガエルを食べてるってことはないんですけども、多分似たようなね、大きなカエルとかは捕食してるんでしょうね。で、ちょっと寄ってきてたまたまたにもあげてみましょう。おり、おお、食べた。一瞬で。またまたはね、やっぱ歯がないカメさんなんで、あんまり物を噛んだりして食べるわけじゃないんですよ。すべて一気に丸飲みにするんで、硬い食べ物好きじゃないんですよね。チュロンと喉の奥に入っていくお魚とかが大好きなんですけども、ウシガエルも結構ヌルヌルしてるし、今そんなに大きくない個体を与えたんで、これは食べれるんじゃないかなと思います。またちょっと足の先っちょ出てきたけど、飲み込めるでしょう。どうですか、お味の方は。普段はニジマスとかアユとかコイとかね、ほんとお魚ばっかりですけど、たまにはカエルなんかもどうでしょうか。お、喉を膨らまして体の奥の方に送ろうとしています。出てきた。どうだ、飲もうとはしてますね。ただちょっといつもと食べてる形が違うから、どうやって飲もうか悪戦苦闘してる感じはありますね。お、アフロクが最後のウシガエルを掴みました。はい、ペロリです。あっという間に15匹、1匹ね、またまたにあげたんで、14匹のウシガエルを丸飲みにしてしまいました。まだまだいけそうな顔してますね。お腹もそこまで膨らんでない。まだ食べれるぞっていう感じの顔をしてますけども、今日のところはこんな感じです。とか言ってる間にね、またまたも綺麗に飲み込めたみたいです。よかったよかった。はい、今日のご飯はこれで終わりですよ。あんまり与えすぎてもね、太らしちゃうんで、こういうね、オオトカゲは太らせすぎちゃうと内臓に負担を与えて、疾患になって死んでしまったりもするんでね、体型を見つつ餌をあげる頻度を管理していきます。という感じで今回はこちら、我が家で飼育しているノドグロイワオオトカゲ、アフリカンロックモニターに大量のウシガエルを与えてみましたという動画でございました。また今後もね、こちらのアフリカンロックモニターに餌をあげる動画出していきたいと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。